こちら浦安情報局、こちらの時間です。2013年も残すところあとわずかとなりました。皆さんは新年を迎える準備はできていますか？さて、来年の干支は馬です。馬には物事がうまくいく、幸運が駆け込んでくるなどのように縁起のいい動物と言われています。では今回のこちらのラインナップは、復興情報、スポーツで輝け、食卓はシェフの味、そして今年を振り返る浦安この1年をお送りします。まずは復興情報、災害復旧工事工期延長のお知らせです。シンボルロードでは校区内全線に常設作業隊を設置して、災害復旧工事および液状化対策工事を行っています。これに伴って交通渋滞が発生しているため、一部の信号サイクルを変更するなどの対策を講じています。シンボルロードや舞浜駅前などの工期は12月27日までを予定していましたが、工事内容の変更などにより平成26年3月25日まで延長することになりました。ご理解ご協力をお願いいたします。続いてはスポーツで輝け、プロダンサー辻幸代さんによるリズムダンスのワンポイントアドバイスです。今回は今まで8回にわたって行ってきたステップをつなげて一つのダンスにする総集編をお送りします。今回は総集編として今まで行ってきたステップをすべてつなげて踊ってみたいと思います。5、6、7、寄せて寄せて回して5、6、7、はい、いかがでしたか？今までストレッチとダンスを合わせて踊ってきましたが、ダンスは本当に楽しくってストレス解消にもなりますし、ご自分の好きな曲に合わせて好きなように踊ればいいと思います。これを機会にこれからもお一人でも仲のいいお友達と一緒にでもダンスを楽しんでみてください。続いては食卓はシェフの味。今回は東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートの総料理長石井孝之シェフがロコモコをご紹介します。ナツメグ、ケチャップ、マスタード、塩、こちらは、上質の油ですね。卵とパン粉と豚のひき肉、牛肉のひき肉という、こちらが今日の食材となります。それではですね、まずネタが卵を割っていただきまして、まずパン粉ですね、ナツメッグ、塩ですね、マスタード、ケチャップですね、こちらをすべてこう混ぜていただきます。牛乳を
水分を入れますとジューシーになりますので、豚のひき肉、牛のひき肉と上質な油よくこねていただきまして、この時に少しこう手に油をつけていただきますとお肉がくっつきません。手頃の大きさにですね取り分けていきます。中の空気を抜きます。この時少し真ん中をですね、火が入りづらいので少し押していただきますと均等に火が入ります。ロコモコなどはね、このコップがございますね、こちらを少しこう使っていただきまして、少しへこませていただきます。で、焼き上がる直前にですね、こちらに卵を落としていただきますと中に目玉焼きができる形で、少し真ん中を押していただきますと膨れ上がりますので、均等に火が入りますようにこう時々フライパンを揺すってください。玉ねぎ、こちらの飴色になってます。飴色になっているというのは甘みが出るほどですね、焦がさないように玉ねぎの甘みを出しておきます。こちらにですね、少しブランデーを入れていただきます。赤ワインですね、赤ワイン、ケチャップですね、ケチャップを少し入れて、ウスターソースもいろいろお野菜とこうフルーツと煮込んでおります。キャラメルですね、キャラメルを少し火から下ろしましたら少しバターを入れていただければいけたら、皆さんにとって2013年はどんな年でしたか？全国的には富士山が世界文化遺産に決まったり、2020年の東京五輪が決定したり、嬉しいニュースがあった反面、竜巻被害や気温が観測史上最高の41度を記録したり、台風26号による被害など異常気象のニュースも目立ちました。浦安ではどのようなことがあったのでしょうか。今回は浦安のこの1年を振り返ります。輝かしい初日の出で始まった平成25年、東日本大震災からの復興と浦安の再生と創生に向けた取り組みを前年以上に強力に推し進めていく年がスタートしました。1月14日は花、過去を糧に輝く未来へをテーマにした成人式。東京ディズニーランドのショーベースで行うのも今年で12回目。1543人の新成人が誕生しました。この日、式典の途中から降り出した雪はみるみる積もり、市内を銀世界に変えました。来年のソチ五輪でもメダルの期待がかかるスキージャンプの高梨沙羅選手がワールドカップで日本人で初めて個人総合優勝したのが2月。22回目となる東京ベイ浦安シティマラソンを3日に開催しました。今年の大会は復興工事などに伴い、昨年に引き続き規模を縮小した3キロの部と8キロの部、5577人のランナーが参加しました。3月、高須中央公園の河津桜も見事に咲き、春の訪れを感じさせてくれました。10日には市民が中心となって行われた浦安震災復興記念の集い、
東日本大震災の被害と教訓を継承し、今後予想される地震災害への備えを万全にするとともに、元気な浦安の姿を全国に発信することを目的に行われました。会場の新浦安駅前には市内の団体や東北3県などのブースが並び、にぎわいを見せました。午後2時46分には1分間の黙祷、犠牲者のご冥福を祈りました。このイベントの翌日から新浦安駅前広場の液状化対策工事が始まりました。4月に入るとシンボルロードの液状化対策工事がスタートしました。昭和58年4月15日に開園した東京ディズニーランド、今年は30周年の記念の年。東京ディズニーリゾートではさまざまなアニバーサリープログラムを実施中です。緑あふれる街にと開催している植木祭りを27日と28日に行いました。そして毎年6月の環境月間に合わせて新浦安駅前で行っていた環境フェアを、今年は駅前が工事で使えないため植木祭りと同時開催。例年以上に多くの人でにぎわいました。5月になると新浦安駅前では深夜の時間帯に液状化対策の工事、ブレンダーと呼ばれる機械を使い地盤をしっかりさせていく作業が続けられました。さらにシンボルロードでも日の出明美地区から車線を規制した工事がスタート、歩道の工事も同時に開始、市民の皆さんにはご不便をおかけしました。今年も風疹が大流行、他の自治体に先駆ける形で妊婦の感染予防を一層強化し、風疹の発生を予防するための緊急対策として5月1日からワクチンの予防接種費用の一部助成を開始しました。21日には新潟県新発田市と災害時における総合応援に関する協定の締結、さらに31日には千葉県土地家屋調査士会、伊藤園、関東地域づくり協会、国土地理院と災害時における支援に関する協定を結びました。富士山が世界文化遺産に登録されたのが6月。新浦安駅前の工事はマーレの前まで範囲を広げました。1日には堀江集いの広場が再開、赤ちゃんと親が気軽に集い交流できる場としてフラワー通り沿いにある浦安初の洋館風建築物の旧浜の委員を活用して再開しました。17日には浦安市在住の西脇稲さんが書いた本、浦安の母ちゃん農家が市に寄贈されました。この本はあまり知られていない浦安で行われていた農業の様子を記したもの、小中学校や図書館、郷土博物館などで貴重な資料としても活用されています。7月、シンボルロードの入船地区でも車線規制が始まりました。これによりシンボルロードの渋滞がさらに激しくなりました。6日にはカフェテラスイン境川、曙橋から江川橋の間にはホテルシェフ自慢のメニューや
自治会オリジナルの美味しい出店などがずらりと並び、多くの人々が浦安の美味しいを楽しみました。このイベントで3年ぶりに行われたのが嫁入り船。境川を行く花嫁さんと花婿さんを一目見ようと、多くの人が会場に足を運びました。11日には新潟県小千谷市と災害協定の締結、13日には東のプールがオープン。今年の夏は猛暑が続いたためか、初日の来場者は昨年のおよそ3倍。初日となったこの日は3000人余りの方が涼を求めて訪れました。27日には第35回浦安市花火大会。新たな輝きへ、未来につなごう市民の絆をテーマにした今年の花火大会は、例年とは違う打ち上げ場所となりました。日の出明美地区の沖合350メートルの台船から打ち上がる花火は、水面に映り、今までにない素敵な花火大会となりました。開始から30分が過ぎた頃に突然の雷雨。7つのテーマ花火のうち4つのテーマまで打ち上げて中止になってしまいました。今年の夏は本当に暑かったですよね。8月、シンボルロードの工事も全線にわたりブレンダーを投入し、液状化対策の工事が進められました。23日には浦安子ども大学が開校。子どもたちのなぜという探究心に可能な限り応え、未来の浦安を担う子どもたちを育む機会として開校しました。3日間かけて順天堂大学、明海大学、両徳寺大学でその大学ならではの講義を受けた子どもたち。参加した90人はキャンパス内での講義を受け、充実した時間を過ごしていました。今年中央図書館は開館30周年を迎えました。その記念に花水木の植樹、市民の皆さんに日頃の感謝を込めたイベントを開催しました。9月には2020年の五輪の開催地が東京に決まり、全国的にお祝いムードになりました。復興工事は各地域の下水道工事なども行い、浦安再生に向けて着々と進めました。9日には順天堂浦安病院が救命率の向上を目的に、医師が現場に急行するためのラピッドカーの運用を開始。21日と22日には総合公園で浦安フェスティバル2013、きれいな街観光都市をテーマに行われました。会場にはホテルや市内外の飲食店などおよそ40店舗が腕を競うように並んだ様々なグルメの数々、掘り出し物がザックザクのフリーマーケット、ダンスやミュージックなどイベントを一層盛り上げたステージパフォーマンス。そして特別企画のゴミ拾いイベントや
ヘリコプターでの空中散歩など、海の見えるロケーションの会場には多くの方が訪れ、食べたり聞いたり見たり遊んだり買い物をしたりして満喫していました。29日には浦安市総合防災訓練、この訓練はさまざまな体験や展示を通して市民一人一人の防災意識を高め、震災時の防災行動を向上させることなどを目的に行いました。会場となった総合公園では、自衛隊や消防などの実演訓練、体験エリアでは消火体験や家族の安否確認体験、ロープの結束体験など、万一の時に備えたコーナーを多く用意しました。災害時は自分の命は自分で守ること、一人一人が災害に関心を持ち自主防災に取り組むことが大切です。10月になるとシンボルロードの工事が外側の車線に、今まで規制していた内側の通行帯から外側の通行帯に変わりました。さらに今川橋の三浜富岡川に架かる水管橋の工事に伴い、若潮公園沿いの道路の規制が始まりました。1日は千葉県で初となる常設型の災害ボランティアセンターを社会福祉協議会内に開設。このセンターは東日本大震災の教訓を生かし、災害ボランティアやコーディネーターの養成、災害ボランティアに関する情報収集、発信などの活動を行っていく施設です。2日には茨城県つくばみらい市と災害時における総合応援に関する協定を締結。13日には浦安スポーツフェア2013、昨年までは会場の運動公園が工事中だったため規模を縮小して行っていました。しかし今年は公園の復興工事も終了し、東日本大震災以前と同じ規模で開催しました。この日は秋晴れということもあり、多くの人がスポーツで汗を流していました。15日には千葉県助産師会と災害時の支援協定の締結。19日、20日には浦安市民祭り。出展エリアでは新潟県小千谷市や新発田市など災害協定を結んだ地域や交流のある地域も参加。地元の特産品などの販売を行いました。2日目はあいにくの雨となってしまいましたが、今年の市民祭りも多くの人でにぎわいました。11月、シンボルロードの入船地区の歩道の規制が行われました。車道に歩行者用の通行帯を設けました。16日には高須海浜公園で市民との共同による浦安絆の森事業の植樹祭、およそ500人が集まりました。その中には企業で参加する団体も。今年はタブノキやスダジイなど20種類およそ3400本の苗を植樹しました。
17日にブライトンホテルで自治会連合会の創立50周年記念式典が行われました。昭和38年に誕生した自治会連合会、創立当初は9つの自治会が加盟しているだけでしたが、50年経った今では81自治会になりました。23日には新浦安駅前プラザバーレの1階に安らぎカフェ S フロントがオープン。ここは市内の観光情報や浦安が災害協定を結ぶ自治体などの物産販売、そして市民の憩いの場となるカフェやコンビニエンスストアなど、さらに障害のある方の就労施設でもあります。急に寒くなった感のある12月、15日には東の自治会の防災訓練、今年は地域と小学校、そして同じ地域に施設を構える社会福祉協議会が合同で開催しました。地域と学校、社会福祉協議会が協力して防災マニュアルを作り、その一部にのっとった形で実施した防災訓練。東の地区の避難場所である東の小学校で、建物の安全性を確認し、避難してきた人を誘導したり、炊き出しや仮設トイレの組み立て、消火訓練、煙ハウスの体験、そして家庭にあるものでの炭化作りの講習などを行い、万一に備えました。という形で持ち上げてもらえば、このまま外へ搬送。同じ15日には、堀江猫座根地区を結ぶ新中通りが全線開通。開通を記念してパトカーなどが走りました。20日には美浜南小学校でマイバッグキャンペーン。これは市川法人会が主催するもので、地元浦安市川の小学校と協力してマイバッグ運動を進めているものです。毎年子どもたちに環境をテーマにして描いてもらった優秀な絵をエコバッグにプリントして、その小学校にプレゼントをしています。今年は環境破壊によると思われる異常気象が目立ちました。良い環境を守るためには、こういった小さいことから始めることが大切です。いかがでしたか。平成25年の浦安、シンボルロードの復興工事の工事期間が延長し、皆さんにはご迷惑をおかけしていますが、浦安の復興再生へ向けてできる限り早急に工事を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は新年1月1日から6日までが特別番組市長の年頭挨拶と新春対談、そして皆さんからの明けましておめでとうメッセージをお送りします。1月7日から10日までは浦安の水辺散策、市内の年末年始の様子などご覧のラインナップでお送りします。日本気象協会によると、この冬は寒さが厳しいという情報もあります。健康には気をつけてお過ごしください。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。